国会会議録検索システムには、第1回国会以降の会議録が収録されています。開催日や会議名、発言中の言葉や発言者名で検索できます。会議録の末尾に掲載されている法律案、請願や付録などについても、検索可能な範囲を順次拡大中です。このシステムは、令和元年12月に、 全面リニューアルしましまた URL は https:// 国会。ndl.go.jp です。国会会議録検索システムでは、こんなことが調べられます。例えば、カーター元アメリカ合衆国大統領が、 日米関係について演説した会議録が見たいこのような場合、最初に詳細検索ボタンを押し続いて検索ご覧に日米関係発言者名欄にカーターと入力することで検索できます令和2年4月7日の衆議院議員運営委員会の会議録が見たい このような場合には、会議録を検索して探すのカレンダーで、日付、陰、会議名を順に選ぶことで検索できます。続いて、いろいろな検索方法をご紹介します。1つ目は、トップページのキーワード欄での検索です。発言のほか、会議名や発言者名など、 幅広くキーワードで検索できます詳細検索ボタンを押すことで検索項目を指定して検索するための画面が表示されます二つ目は詳しい条件を指定する詳細検索です検索語欄では発言などに含まれている語を検索できますまた発言者名欄では発言者を 会議名欄では、会議名をそれぞれ限定して検索できます。発言者名・会議名は、リストからも選べます。3つ目は、日付や開示が分かっている場合の検索方法です。会議録を選択して探すのカレンダーで日付を指定すると、その日に開催された会議録の一覧を表示できます。 また、日付や開示に加え、院・会議名などを限定して検索することもできますこちらは検索結果画面ですテキスト表示ボタンを押すと、各発言のテキストが表示されます PDF ボタンを押すと、各発言が掲載されているページの先頭が画像で表示されます テキスト表示画面と PDF 表示画面です。発言目次欄の発言者名を押すと、右側に発言が表示されます。最後に、使い方ガイドをご紹介します。基本的な使い方をまとめたリーフレットを公開していますので、ご活用ください。詳しい説明や使い方のヒントは、ヘルプ、 使い方ガイドをご覧ください。